イルダドルクサンブールは、ルクセンブルク大公家の一員。全名は、イルダ・ソフィー・マリア・デライード・ビレルミーヌ。ルクセンブルク大公・ギオーム4世とその妻で、ポルトガルのハ廃ウ・ミゲル1世の娘である、マリー・アンヌの間に生まれた。6人姉妹のうちの3女で、2人の姉マリー・アデライードとシャルロットは、ルクセンブルク大公位を継承した。1930年10月29日に、 ベルク城において、ボヘミアの大貴族であるニーケー、シュバルツェンベルク効果課長アドルフと結婚した。公爵夫妻は国家社会主義ドイツ労働者等の野心に反対しており、1939年にナチ党政府がチェコスロバキア併合を実施するとイタリアに避難し、1940年にはアメリカ合衆国に亡命した。第二次世界大戦終結後、 1945年のベネシュフ国では、大独協力者ではないため所領募集を免れたが、1947年に議会を通過した、シュバルゼンベルク法により、強引にチェコスロバキア領内の所領を募集された。こうした事情により、戦後はやむなくオーストリアの所領に身を落ち着けた。公爵夫妻の間に子供はなく、夫の重帝たちにも男子がなかったため、 ニーケー・シュバルゼンベルク家は1979年に断絶した。ニーケーと養子縁組した弟家、シュバルゼンベルク公家課長カールがニーケーの家督をも引き継いだ。ありがとうございます。